皆さん、おはようございます。ティンダーの魅力ボーイ、キングトクです。四国地方の名物ルーツを言います。ナルトタイのワカメ蒸し、これワカメとのコラボいいですね。徳島の名物。桜鯛が油が乗ってワカメも栄養満点でございます。はい。そば飯雑炊、ぼうぜの姿寿司、あとはナルト金時、アワバンチャがおすすめです。はい。香川県はやっぱりサヌキうどん、やはり腰は本当にすんごいです。足踏みという作業で始めても、うどんはもう釜揚げぶっかけがいいですね。セルフ式サービスとあれば、お店の人に持ってきて作るサービスありますね、うどん。どれもうまそうですね、はい。だしと塩、いろいろ香川県すべてにおいて名物が効いております、はい。他にも、あんもち雑煮。あとはまあ、そうですね。鉄板、これ初めて聞きましたね、はい。えりこ飯、これえりこが入ったご飯ですね、炊き込みの。オリーブ製品です、はい。あとは愛媛県の霧の森大福。私、小豆ダメです。これハーモニーも抹茶の味のお餅ですね。小さめで本当に美味しいですよ。これ当選確率 90%。90倍、すごいです。霧の森、これ初めて聞きました。はい。対応はちょっと無理ですね。これ、新宮茶で作られてます。はい。他にも、じゃこ天に、宇和島鯛めし、あと柑橘類、焼き鳥、泉屋ですね。これね、泉屋江戸時代、屋号があったそうですね。はい。高知は室戸金目丼、これ。金目丼ほんとうまそうですね、金目鯛の。これ1600円ですよ。安いですよ。金目鯛これ、うまそうです、これ。室戸ジオパークに認定です。だから取れたての魚が美味しいです。あとはカツオ料理が当然。サラバチ料理、煮物とか寿司とかいろいろですね、はい。海苔とか、あと柚子製品が美味しいです。というわけで以上です。バイバーイ。